新年明けましておめでとうございます。はい、頭ボン。いや新年早々頭飛ばした。待って。というわけで皆さんこんにちは、つるにぃでございます。皆さん2023年もよろしくお願いします。ということで皆さん、本日は1月3日何の日かご存知ですか？わかんないでしょう。そう、本日1月3日は小坂井和樹さんの誕生日、おめでとうございますね。誕生日おめでとうございます。ちょ、本日1月3日は、つるつる TV、11周年の日でございます。11はやばいよ。というわけで、つるつる TV は本日、11周年を迎えることができました。ありがとうございます。いや、毎年1月3日に、こう、周年動画を上げてるんですけど、まあ、そこではね、今後の目標とか、まあ、いろんなこと喋ったりしてるんで、まあ、本日もね、いろいろ喋っていきたいなと思います。よろしくお願いします。まず一つ目なんですけど、黄色のスーツどこ行った？どこ行った黄色のスーツ？まあ、そんなことどうでもよくて、まあ、11周年ということで、10周年、去年1年間がどんなもんだったのかってのを、まあ、軽く振り返っていこうと思います。去年も去年でだいぶ大変でしたからね、まあ、まず去年の10周年動画でどういうお話をしたかと言いますと、まあ、いろんなこと喋ったけど、今後は説検証しか出さないって言ってたんですよ。そんなことなかった。うん、ごめんなさいね、全然そんなことなかった。うん、まあ、っていうのも、まあ、去年ね、もう本当に説検証のインタビューしか出さない予定だったんですよ。でも、まあ、まだコロナが若干流行ってて、1月早々に不要な外出やめましょうみたいなやつ出たのよ。それで撮れなくなって、あれおかしいぞと、作戦が狂ったなとなりまして、まあ、そっからもがいてあがいて家の中で説やったりね、いろいろしたんですけども、まあ、2年前の10月とかにね、グループ解散してて、うん、ソロになってすぐってのもあって、もう何していいか分かんなくなっちゃったんですよ。でね、1ヶ月くらい動画休んでました。1ヶ月くらい動画休んで、静岡にもう本当に動画も関係なしに遊びに行ったりとか、そういう感じで一回リフレッシュしようってことで1ヶ月くらい休んだりしてたんですけど、まあその後にね、企画も出し始めて、まあやりたいことはできてたけど見られないみたいな、だからどうしていいのか分かんないみたいな状態が続いて、挙句の果てにはですね、チャンネル登録者めちゃくちゃ減って、過去最高登録者が21万5千人だったんですけど、何の炎上もしてないのに19万1千人まで減りました。おかしいやろこれ、おい、なんでこんな減ってんの？単純にも動画のスタイルコロコロ変わりすぎとかで、もうみんなを置いてっちゃったから、19万1000まで減りました。で、そこでどうしても、19万だけは切りたくないと思って、YouTube 頑張ろうってなったんですよ。それがもう5月とか。で、まあ元々グループだったんで、こう人と動画撮るのが好きで、こう一人で動画撮るのが、まあ正直、まだあんまり苦手というか、何していいかわかんなくなっちゃうんですけど、その時に大人数で撮れる企画っていうのが、つたけ、初めて一緒の畑の皆さんとのコラボのつたけくらいしかなくて、でも5月に、もうどうしても、また20万に行きたいなと思って、まあ宣言動画が出したんですけど、そこから畑の皆さんと1週間コラボする畑ウィークね、まあ、年内2回やりましたけど、それやったりとか、ティッシュ配りをね1週間毎日したりとか、もうこれもめっちゃ大変でした。毎日投稿しながら、で編集も自分でやってるから、まあ、編集パーってやって昼は配って、まあ、編集パーみたいな、寝る時間全然なかったんですけど、それでも絶対20万人行きたかったんで、バーって配りまくって、でそこからね結構動画出し始めて、で僕ら毎年8月の8日葉っぱの日にねイベントをやってるんですけど、まあ、今年は久々のオフラインでやるぞーってね、気合い入れてね、大々的に宣伝したりして、こうみんなにもねこうチケット買ってもらったりしたんですけど、コロナになりました。本当ごめんなさい。8月の1日くらいにコロナになりまして、で僕のスケジュールが8月8日まあ自分のイベントなんですけど、8月7日に人生初のラップの大会にこうゲストバトラーで誘われてて、めちゃくちゃ気合入ってたのにどっちもなくなっちゃって、正直ね8月はめっちゃ病みましたね。なんかもうどうしようみたいな。結構8月までうまくいってたんです、自分の中で。でもコロナになって10日間くらい何もできなくて、あ終わったなみたいな。なんか後でもねしっかり話すんですけど、僕イベント大好きなんで、8月のイベントに向けてそうやって動いてたんで、終わったなって思いながら、うん、過ごしてたんですけど、まあでもそこで諦めずに10月にもう一回イベントやろうってことで、で10月までまた頑張ろうって言ってね、いろいろもがきまして、慣れないようなことしましたよ。焼肉の食べ放題の紹介とかいろいろ模索してみて、まあ結果的にね10月のイベントも大成功ということで、そこからね毎月ね収入公開しながら月1で会ったこと喋るっていうコーナーが生まれて、で必ずその月の頭に出るみたいな状態になってて、12月分もねもうちょっとしたら出るんで楽しみにしておいてください。結構えぐいですよ。でそんな僕、9月とか10月くらいからショートを出し始めまして、それがねまあ、包み隠さず言うとめっちゃバズった。めちゃくちゃバズった。本当にもう100万再生何本出てんねんってくらい。まあショートで説検証やってるんですけど、まあショートも含めて毎日投稿とかしたりして、なんと2022年 V 字回復しました。素晴らしい。あ、さっきも言ったんですけど、人生最高登録者が21万5000人だったんですけど、現在22万1200人でございます。素晴らしい。人生最高登録者、いやまさかいけると思いませんでした、22万人。まあ、正直ねありがたいことにショートがめちゃくちゃ見られてて登録してくださる方が多いんですけど、まさかね22万人いくとは正直自分でも思ってなかったです。現在自分の中で一番フォロワー多いのが TikTok で、まあ、23万6千人くらいで、今まで TikToker って言ってたんですけど、ちょっと YouTuber って名乗れる日もそう遠くないんじゃないかなと思ってます。
。で、毎年一応年間でどんくらい再生数があったとか、まあ、動画で言ってた気がするんで、ちょっと参考までに発表したいと思います。まず2022年の年間再生数が3592万回、素晴らしい。これだいぶねぐんと上がっております。で、チャンネル登録増加数、これマイナスも含めてです、減った分も含めて2022年、2万7000人増えました。素晴らしい。もうここ2、3年は毎年減り続けてたんで、ようやく巻き返しました。イエイ。まあ、ショートという武器を手に入れてね、だいぶ巻き返した2022年だったんですけども、まあ、今後の課題、2023年はですね、ショートだけじゃなくて、まあ、こうやって横の動画も、まあ、見ていただけるような、そんな YouTuber になれたらいいなと思います。結構横の動画で強いコンテンツを、なんか見つけ出せるように、もがいていきたい。そんな1年にしたいです。そしてま、毎年言っておりますけども、今年の目標を発表させていただきます。まず、数字的な目標を言わせてください。今年の目標、チャンネル登録者、35万人です。見とけよ。現在22万人でございます。そっから今年はショートとかいっぱい頑張って35万人行きたいと思います。ガチです。あ、ちょっと大丈夫か。まあ、結構正直1年で13万人増やすのって、まあ、結構無理難題だと思うんですけど、もう俺今年しかないんすよ本当に。正座しちゃいましたけど、今年しかないの。あのね、もう私23歳なんですよ。今まで若い言われてましたよ。いろんな大人に相談しても若いからなんとかないよって言われましたよ。もう23歳ですわ。周り結婚してる人もいるから。だからもうね、売れない YouTuber なんてやってらんないんすよ。だから今年はマジで YouTube 頑張る時点にしたい。すいません、ちょっと熱くなっちゃったんですけど、まあ、正直2022年の最初の方はグループからソロになったっていう反動でちょっと YouTube やりたくないなとか思ってた時期もあったんですよ。でも今はその逆で、ソロになったからって言って諦めるような男じゃないぞと、逆に一人で掴んでまたグループでやればいいじゃないですか。で、そのためにもまずは一人で売れることが大事だなと思いまして、今年は本気でチャンネル登録者35万人目指したいと思います。かといって数字にとらわれずに、本当に自分の思うがままに動画投稿していきます。だから別に突破しなかったら罰ゲームとかないもん。ただただ目標ここで言っとくよっていう数字的な目標は、まあそれを掲げて生きていきたいなと思います。そして普通の数字とか関係ない目標なんですけども、まあ結構いろんな動画でも言ってるんですけど、まあ先ほども触れた通り、僕毎年8月8日葉っぱの日にイベントをやってるんですけども、その8月8日のイベント、今までチケットが完売したことがないんですよ。まあ会場のデカさはバラバラなんですけど、だいたい同じくらいの人数を借りてて、いつもキャパの半分くらいの方に来ていただいて、まあこれだけでもだいぶすごいんですけど、チケットがソールドアウトっていう世界線を見たことがなくて、今年はそれが見てみたいなということで、今年の目標は8月8日のイベントを完売させることでございます。もう宣言してるんですけど、8月8日に必ず気合の入れたイベントをやりますので、もし現時点でつるにのファンだよ、もしくはつるにの周りのみんなのファンだよって方はもう開けといてください。絶対にやります。で、まあそのためにはどうしたらいいかっていろいろ考えたんですけど、まあ YouTube 頑張るのは大前提として、やっぱり僕はずっと名古屋で活動してきて、愛知県に住んでるファンの方が多いわけですよ。で、8月8日も名古屋でイベントやるんで、愛知県のファンをもっと増やしたいということで、ここで宣言します。2023年は、鶴に、めっちゃ外出る。もう外出る。めちゃくちゃ外出ますね。会えます、僕と。まあ僕結構ね、東京とか大阪とか行くんですけど、まあそこで声かけしてる YouTuber さんいるんですよ。で、まあ正直登録者数とかもめっちゃ少ない子とか、駆け出しの子が多いんですけど、その人の顔、俺はめっちゃ覚えてるんですよ。だし、名前も覚えてる。まあ登録するかしないかは別として、例えばその人たちが売れてきたら、うわ、あの人頑張ってるじゃんって思い出すんですよ、その時のこと。で、その時のこと思い出すと、あ、いい対応してくれたなとか、やっぱフラッシュバックしてくるわけですよ。だから今年は、まあいろんなもファンじゃない人とも会って、ツルニーという存在を物理的に叩きつけるというか、名古屋駅行ったらもうまたおるやん、あの YouTuber。 そんくらいのレベルで知られたい。まあそれをすることによってまた会いたいなと思って8月8日のイベントに来てくれるようになるんじゃないかなということで、まあかといって新規獲得に執着せずにね、今まで応援してきてくれているファンのみんなもね、大事にしたいということで、2023年ツルツル TV 毎月イベントやります。やっちゃうよ。まあ、もちろんね、8月8日のイベントが一番でっかいイベントなんですけど、ちっちゃなイベント、僕らと会えるような楽しいイベントを毎月やろうかなと思っております。まあ、規模感は本当にバラバラです。今月はあのショート撮るんでここにいますよって、そういうイベントとかもあれば、交流めっちゃするイベントとかもいろいろ考えております。で、現在ですね、1月2月のイベントもう決まっておりますということで、ここで発表させていただきたいと思います。1月のイベント、ツルツル TV 11周年ってことでやっちゃうよ。11時間オフ会。アホだ。もう一回落ち着いて言いますね。11周年だから11時間オフ会します。ということで詳細発表させていただきます。日付は1月21日土曜日、場所は愛知県名古屋市の白川公園というところで、朝の9時から夜の8時までオフ会をしようと思います。まあオフ会ということなんでね、もちろん
参加費かかりません。0円でございます。11時間、その場所に僕らが居続けます。で、来てくれるメンバー、周りの友達も協力してくれます。まず、つるに、そして、毎度おなじみ、ゴードン。そして、10月のイベント出てくれた、チャカさん。そして、ただのお友達のウェリントン。いつもカメラやってくれる、おでんくんの顔した田村くん。この5人が、ずっと、11時間、白川公園に居続けます。まあもちろんね、ずっと交流するわけじゃなくて、ミニコーナーとかもね、用意してるんで、楽しい一日にできたらいいなと思うんで、皆さん、多分めっちゃ寒いんですけど、どうしても11時間やりたいなと思っちゃったね。みんなはほんと暖かい場所に行きながら、ちまちま見に来てください。ということで、これが1月のイベントでございます。そして2月もやります。2月のイベント、初の試みでございます。2月のイベントは、5分の部屋ちょっとね、今までとはやったことないイベントでございます。5分の部屋というイベントをやらせていただくんですけども、どういうことかと言いますと、参加メンバーがですね、鶴に、ゴードン、ウェリントンなんですけど、この3人、全員、別々の部屋にいます。そして、各々に5分間のチケットが販売されます。つまりどういうことかと言いますと、僕らとファンの皆さん、密室で5分間、2人っきりで、何でもしていいよです。あ、変なことしないですよ。もう本当にシンプルでございます。5分間同じ部屋に入れるよってチケットが販売されるんで、それを購入してくださった方、5分間写真撮るでもいいし、喋るでもいいし、動画撮るでもいいし、もうその5分間はフリータイムでございます。だからフリータイムの5分間、密室で5分間のフリータイムを過ごせるよというイベントでございます。ただしこれ、5分間、必ず5分間なんで、1秒でも過ぎたら、写真撮ってる最中でも、その部屋から出ていかないといけないというイベントでございます。まあちょっと初の試みなんですけど、まあ僕ね、すごい交流するのが大好きで、もともと推しがいまして、まあ、その推しがアイドルだったんですけど、アイドルのチェキ会とかセパレーターがあるパターンとないパターンがあるんですけど、正直自分はそのアイドルと交流してるとこ見られるのも嫌だったんですよ。だから誰にも見られないし誰にも聞かれない環境で二人きりで話せるっていうのは結構楽しいんじゃないかなと思いまして、そういうイベントをやらせていただきます。こちらまた詳細はサブチャンネルとかで報告させていただくんですけど、とりあえずやる日付決まっております。日にち2023年2月の5日でございます。はい。僕の誕生日です。僕毎年ね、誕生日友達と過ごしてたんですけど、まあ、ちょっと視聴者さんと過ごす一日もありかなと思いまして、今回は2月5日の日曜日に5分の部屋というイベントをやらせていただきます。これ俺らに全然興味ない人からしたら、いや、調子乗ってるやんけって思うかもしれないんですけど、もう2023年はそう思われてもいいなって思ってます。それでも、今いるファンのみんなが楽しんでくれるようなイベントをできたらいいなと思いますんで、逆に言えば、初めましての人も5分間喋り倒せるということで、もう本当に何でもフリータイムなんで、こちらのイベント、詳細をお待ちください。で、告知続いて申し訳ないんですけど、11周年ということでスペシャルなことしたいなっていう気持ちがありまして、ビレバンさんとコラボグッズを出すことになりました。これすごいことだからね。ツルツル TV が誰かとコラボでグッズ出すなんてありえなかったから今まで。今までのグッズって全部僕が描いたイラストだったんですけど、今回はイラストレーターさんにしっかり描いていただいた、すっごい可愛いイラストのグッズなんで、まあ、そちらの方の詳細はね、昨日動画出しましたんでよかったら見てください。まあ、こちらオンライン販売なんですけども、本日の19時から販売開始ということで、興味ある方はぜひよろしくお願いいたします。ということで、長々となりましたが、まあ、総括すると2023年、YouTube 頑張りたい。そんな1年にしたいなと思いますんで、よかったら皆さん、チャンネル登録してない方はチャンネル登録よろしくお願いします。そして、チャンネル登録してくれてる方は、チャンネル登録してない友達に広めてください。そして、チャンネル登録してない友達が、チャンネル登録してくれた場合、チャンネル登録してない友達に広めてあげてください。そして、チャンネル、まあ、本当に今年はいろんな人に動画見てほしいし、いろんな人に見られるように、本当にたくさん動画を出していきたいなと思っておりますんで、今年もどうかよろしくお願いいたします。ということで、2023年、ファンの皆さんと楽しい一年にしたいなと思いますんで、どうかよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、スローイ、よろしくー。